皆さんこんにちは。今ニョキニョキっと来ている注目の方にお話を伺うインタビューバラエティ、水曜のニョキ、今週も始まります。ニョキ、皆さんこんにちは。野沢こと野沢美里です。今回のゲストは9月20日に公開の映画ポンとリンちゃんからリン役の高杉真宙さんです。高杉真宙です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だからもっともっとリンちゃんがデビちゃんのアナルにリンちゃんの熱くなった肉を、うわ両塾のディルフィナーレ、妹からの返信で俺は円環の断りに導かれる。つかそのプリプリのスタンダル、肉メイクちゃん救出作戦の協力者だ。世界的に言ったらもう十分大人だからね。ハンコ親指大挨拶でリンは自分に似ているとおっしゃっていましたが、はい、どのような点で似ていますか？そうですね、漫画が好きとかそういう、うん、なんていうんですかね、リンちゃんすごいオタクなんですけど僕も結構そういうところがあって、はい、そういうところが似てたりとか、あと、うん、なんですかね、冷静に周りを見てるっていう点でそういうところに似てると思いますね。漫画は好きなんですね。大好きですね。家にはたくさんあるんですか？すごい今たくさんあって入りきらなくなって、はい、どうしようっていう、いや、あの、はい、部屋の中に入りきらなくて、はい、今どうしようかなって悩んでいるところです。そんなにあるんですね。すごいたくさんありますね。どんな漫画が好きなんですか？本当にすごいいろいろ読むんですけど、はい、何に読むかな、結構戦い系とか、少女漫画も最近読み始めてて、すごい種類はたくさんあります。少女漫画ちょっと意外でした。あ、本当ですか？はい、そうなんです。最近勉強のために読み始めたんですけど、はい、そうなんですね。でも全然、すごい自分の趣味として楽しんでますね、今。リンと自分が似ているので、あの、演じやすかったですか？そうですね、演じやすいっていうのはあんまりなかったんですけど、でも、はい、そうですね、やっぱり似てるところがあるから、そういうのを核にして、いろんなことをリンちゃんっぽいところをいろいろつけて演じてました。はい、リンちゃんっぽいところというと、特にどこが、ね、高杉さんにはなくて、リンちゃんにあるところ、引っ張れる力があるっていうのは大きいと思います。なんかすごい、ところどころで男っぽいところがあったりとか、はい、そういうの僕、どちらかというと僕引っ張ってもらうタイプなので、そうなんです。なんか、はい、あんまりがっつりいかないのがあるから、友達とかとも遊んでても、はい、みんなに、何ですかね、予定を立ててもらってそれに行くみたいな感じなので、そういうところはちょっとリンちゃんらしいところなんじゃないかなと思いますね。ムンちゃんの、あの、さくらエマさんの第一印象はどうでしたか？はい、すごいでっかいなって。あ、背が高い。本当ですか？すごい背が高くて。あ、そうなんですね。はい、会った時、はい、まず背が高いなと思ったんですけど、うん、ボンちゃんの演技をする時、はい、またさらにヒールを履いてたので、あ、もっとでかくなって、はい、びっくりしました。ボンちゃんのセリフもすごく長かったと思うんですけど、はい、隣で、あの、一緒に演技する時に、あの、プレッシャーとかありましたか？やっぱありました。すごい長い会話の中で僕がちょこちょこセリフ入れたりとかするので、はい、僕失敗したら終わりだなって毎回思いながら、でもなんか、なんですか、そういうのもありながらなんですけど、本当に演技をしてる感覚がなかった撮影だったんですよ。そうなんですね。練習期間が2ヶ月と、あと撮影期間2ヶ月っていう4ヶ月の撮影の練習だったんですよ。その期間ずっとリンちゃんでいられるようにっていうのを目標に監督と話し合いながらやってましたね。役作りでコミケに行ったそうですが、はい、会場の雰囲気とかどうでしたか？そうですね、熱気が伝わりました。あ、そうなんだ。はい、コスプレしてる方々もいっぱいいて、はい、自分もコスプレしたいなと思いながら見てました、ね。あ、コスプレ好きなんですか？したことがなくて。あ、そうなんですね。してみたいなという願望はあるんですけど。どんなの着てみたいですか？そうですね、やっぱり独特、なんかアニメでしかしてない格好とかをしてみたいなと思いますね。違う、あの、銀髪とかしてみたいですか？そうですね、やってみたいです。本当に似合うのかわかんないですけど、似合いそうで見てみたいです。やってみたい。でも衣装とかもすごい特殊じゃないですか？あ、そうですね。だからやってみたいなと思います。にゃーき。はい、ここで高
高杉真宙さんの素顔に迫ってみたいと思います。はい、わあ。どうなるか。高杉さんに一問一答、はい、芸能界に入ったきっかけは？熊本県の花火大会でスカウトされたのがきっかけですね、はい、うん、その時までは全然全く興味がなかった、はい、何になりたかったんですか？幼稚園の先生とレスキュー隊になりたくて。レスキュー隊、はい、消防士のような。そうですね、でもちょっと違うんですけど、なんか海上レスキューとかいろいろあるんですけど、幼稚園の先生になってたらすごい人気のちっちゃい女の子に囲まれてどうなんですかね。でも小さい子がすごい好きだったので。あ、そうなの。なんか一緒に遊んだりするのが楽しくて、うん、なりたいなって本当に幼稚園の頃からずっと思ってる。どっちも夢なんですよ。ピアノとか弾けるんですか？全く弾けないんです。あ、そうなんです、ね、でも弾けなきゃいけないじゃないですか、はい、なるとしたら練習してたのかなと思いますね。もし急に1日オフができたら何をしますか？漫画を買いに行って部屋で漫画読みます、はい、子供の頃のあだ名を教えてください。なんて呼ばれてたかな。でも普通に真宙って呼ばれてました、ずっと。今のあだ名はありますか？今、そうですね、いろんな呼ばれ方してるな、うん、真宙っちとか。真宙っち、真宙とか、真ひマッピーとか、結構そのなんかそういうのが多いです。もう今、もう終わったんですけど、はい、仮面ライダーガイムっていう、はい、ドラマとか映画とかだったんですけど、はい、出演してて、その時に皆さんに呼んでもらってたあだ名なんですけど、うん、それまであんまり、なんですかね、真宙って呼ばれることが多かったんですけど。はい、真宙、変わってますよね。そうですね、珍しいってよく言われます。すごい気に入ってる名前で、はい、はい、すごい素敵な名前だと、はい、意味はあるんですか？どういう意味聞いたんですけど、はい、本当に覚えてなくて一回聞いたんですけど、はい、そうなんです。もう一回聞かなきゃなと思ってます。はい、今までもらったもので一番嬉しかったものは？あ、ボンとリンちゃんでジョジョを全巻いただいて、それすごい嬉しかったですね。最近びっくりしたことは？最近、あ、弟に背を抜かれてたことと。あ、そうなんだ。そうなんだ。あと、はい、2人弟がいるんですけど、うん、もう一人一番下の弟にも、はい、もう抜かれそうな感じでちょっとやばいなって、それがびっくりでした。生まれ変わるなら男性女性どちらがですか？男性ですね、うん、また女性になったり女性になったりすごく楽しいと思うんですけど、はい、男性でさっき言ったように幼稚園の先生になったりとか、うん、レスキュー隊の人になったりとかっていう人生も見てみたいなっていうのが。なるほど。男性として経験したい人生があといくつかある。いっぱいあります。でもこの仕事してたらそういう役もいっぱいできるから、はい、そうですよね。そういう仕事を、はい、はい、できたらいいなと思いますね。はい、にゃーき、のんちゃんのお絵かきコーナー、イエーイ、はい、今日はゲストの高杉さんを私が描いちゃいますよ。お願いします。はい、では描きます。はい、僕見ながらだったら描けるんですけど、本当に想像で描くとすごいことになります。ネタで漫画を描かれたりするの？まあ、しないですね。結構絵は苦手だと思ってます。あ、そうですね。結構すごい勢いで描いてますねこれなんかうっすら書いてあるんですよねすごい勢いで書いてあるのができました。じゃーん、高杉さんです。わかりますか？どうですかね。ノーさんの印象が、高杉さんの印象が太陽と雨上がりの太陽の印象があったね。あ、なんかしっとりとした、はい、ちょっと不思議なこう水たまりのような、雨上がりの綺麗な水たまりに、はい、高杉さんの顔を描いてみましたありがとうございます。その太陽の光を浴びて、はい、食べてるんですよ。ちょっと口描き忘れちゃったんですけど、これを浴びてる、ちょっと神秘的な感じのイメージを得たので描いてみました。すごい。どうですか？うまいと思います雨の日と晴れの日どっちが好きですか？僕は晴れの日が好きなんですけど、はい、
でも僕すごく雨男でよく雨が降るんです。あ、そうなんですね。はい。あ、じゃあ当たったのかな。雨上がりの。いや、結構当たったのかなと思って。それ見てました今。はい。ニョッキ。せーの、水曜のニョッキー。